シュリー橋は、フランスのパリ、セーヌ川に架かる橋である。四区のアンリ・四世洋通りと五区のサンジェルマン大通りとを結んでいる。三類島の先端をかすめる形で二つの橋から、なっている。19世紀には、三類島から右岸へ渡る橋がダミエット橋、左岸へ渡る橋がコンスタンティン橋と呼ばれていた。どちらの橋も歩行者用の吊り橋だった。 前者は1848年革命の時に破壊され、後者は1872年にケーブルの腐食で崩壊した。現在かかっている橋は、ジョルジュ・オスマン断尺のパリ改造の一環として1876年に完成し、1877年8月25日に除幕された。命名はアンリ4世の最小であった、シリーコー・マクシミリアンド・ドベジュヌにちなむ。 設計を担当したのは、ギュスターブ・ブロスランとポール・ボドレーであった。セーヌ川に対して、約45度の角度がつけられているので、ノートルダム大聖堂をはじめとする素晴らしい景観が望める。右岸側は、桂馬町42メートルの一つの中鉄製アーチと、桂馬町15メートルの二つの石像アーチから、左岸側は三つの中鉄製アーチからなっている。オステルリッツ高架橋。 オステルリッツ橋、シュリー橋、トゥルネル橋、三類橋、アルシュベシュ橋、ありがとうございます。